アラサラウス、またはアラサルシはアイヌに伝わる妖怪。名称のアラは一つ、サラは尻尾、ウスは生えているを意味する。体毛が全くなく、一本の尾を持った巨体の悪獣と言われる。山の崖の穴に住む熊のような猛悪な動物で自在に変身し、人間を捕らえて喰らうとも言う。ヒグマまた、熊を性質によって良い熊と悪い熊に分け。 悪いクマの中でも赤毛で、尾の長いヒグマを、アラサルシと呼ぶこともある。クマはアイヌにとって、重要な獣であり、イオマンテの対象でもあるが、アイヌが大事にしている馬を殺したり、アイヌに対して、理不尽なことを行ったクマは、化け物として、アラサルシと呼ばれ、猟の対象になったとも言う。イオマンテにおいては、マの魂は、カムイとして天へ帰るとされるが、悪いマは天に戻らず、 地下にある丁寧っぽくなも尻という陰出で決して戻ることのできない場所へ落ちるのだという。ウエペケレに登場する猿のことをアラサル氏と呼ぶともいい、アイヌ社会における手余され者、乱暴者、花妻美者のこともアラサル氏という。アイヌでは岩ウスといって大きな体に毛が全くなく、六本の尾がある妖怪の伝承もあるが、これもアラサラウスと、 同じく熊の化け物だとする見方もある。ありがとうございます。